この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねえって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると？情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか？なんだと？お前と差しで話がしたい。明日夜の10時、セレナで会おう。キリュウ、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か。お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と？甲賀を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。最近見かけないな。とりあえず買っとくか。そうね、いいんじゃないかしら。錦山がここに？ああ。はるかは登場会に狙われてる。連れ出さねえとまずいぞ。西の河原が一番安全だろう。あそこか。まあ確かにそうだろうが。行かないよ、私。どうしたの、はるかちゃん。おじさん、さっきお母さんのこと調べに行ってたんでしょ。なのに、なんで連れて行ってくれないの？私、お母さんに会いたいの。ここに遊びに来たんじゃないの。おい、はるか。このペンダントでしょ。このペンダントがみんな欲しいんでしょ。私なんてどうだっていいんでしょ。おじさんだってきっと100億円欲しいから、私と。すまん。お母さんのこと教えてよ。何か知ってるんでしょ。ねえ、教えてよ。なんとか言いなさいよ。はるか、キリュウはな、お前のお母さんが。うるせえ、言うな。はるか、今は俺を信じてくれ。それしか言えない。
私だって信じたい。でも私にはお母さんしかいないの。おじさんが勝手にするって言うなら私もそうする。さよなら。はるかちゃん。はるか。聞き込みで遥の足取りを追うんだ。登場会より先。なるほどね。飲んでいきませんか。おいお兄さん、一杯飲んでって。いや。おお。お前いいやつ。どうですか。飲んでいきましょう。あいつも呼ぼうぜ。どんだけ待つ。ああ、桐生さん、やっぱりご無事だったんですね。あれ？でもさっき、例のお嬢ちゃん。何？本当か？あ、はい。すぐそこのゲームセンターに入っていきましたよ。でも、なんか様子が変だったな。どんな感じだった？ええ、なんか妙に寂しそうっていうか、うつむいたまま歩いてたんで、声かけられなかったんですよ。そうか。あいつはまだ店にいるのか。いや、ちょっとそこまでは。でも店の客に聞けばわかると思います。わかった、ありがとう。特訓しようぜ。いらっしゃいませ。なんか酔っ払った怪しい男が幼い女の子連れてた。危ないよね。へえ、どこで？七福通りの駐車場のところ。超ヤバそうな感じ。邪魔するよ。ああ、二度とつら見せる。金ならあるって。やっべ、俺超イケてるわ。どこ行く？そこは適当に合わせといてさ。おい、てめえ！おい、お前少女を見なかったか？酒持ってこい！おい、小さな女の子を見なかったか？うるせえ！酒だ！酒持ってこい！おい、女の子を見なかったか？すいません。さっきまでここにいたんですが、スーツの男が。どこに行った？どこかの公園とか、携帯で話してました。最近見かけないの。よ、兄ちゃん。いきなりだけど、お金くれない？え？あ、マジ？嘘。
何しちゃってんの。今日冷えるな。マジか。見てあれ。いや、もう気をつけてよ。もう何買ったの、これだっけ。おお、ちょっと気をつけろ。ちょっと会社戻るわ。先輩、またまた。おお、いや、ちょっと寄ってきてない。うってえな。どや。とりあえず金出せよ。はるかどこだ。桐生さんに、伊達刑事ですね。こちらもお迎えする準備が整ったところです。ご案内いたします。ここはスターダストじゃないか。どういうことだ。お入りになれば分かりますよ。お待ちしてました、桐生さん。はるかは無事なんだろうな。はるか、くそ、和樹たちはどうした。別室です。縛るくらいはしていますが無事ですよ。何者だお前ら。それはやめておきましょう。お互いのためです。それよりお嬢さんが持っていたはずのペンダントは。お渡し願います。渡せばハルカを返すんだな。もちろんです。ストップ。そこで止まってください。ペンダントをこちらに投げてください。はるか、すまない。伊達さん、無事か。いや、はるかが。くそ、浅井が腕を撃たれた。Thank you.
つうわ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 お前ら、どこの組織のもんだ。極道じゃねえな。なんでペンダントのことを知ってる。おい、答えろ。俺たちは、ハルカ、大丈夫か。出血の割には傷は浅い。大丈夫だ。心配ないだろう。おじさん、助けに来てくれたんだね。ああ、ごめんね、私が勝手なことばかりするから。ハルカ、俺もお前に謝らなきゃいけないことがあるんだ。ちゃんと聞いてくれるか。うん。水木、お前のお母さんな、もう死んでいたんだ。すまない。俺は助けることができなかった。ごめん。ごめんな、ハルカ。撃たれた男の胸にこのバッジがついていた。俺はこの線から少し探ってみることにする。ああ、頼む。すまない、こんな騒動に巻き込んじまって。何言ってんすか、そんなことを言わないでください。そうですよ、俺らの方こそ銃向けられたっきり何もできませんでした。すみません。おう、このお嬢ちゃんが噂の子か。ああ。嫌われちまったかな。なあ、この子をしばらくかくまってほしいんだが。わかったよ。でもあんたに頼まれ事するのも妙な気分だな。ああ、俺もだ。ここを好きに使うといい。まあ外見はちょいとあれだが。花屋、恩に着る。ありがとう。まあいいって。ここならヤクザも警察も攻めては来ねえ。安心していいぜ。キリュウ、俺は一度署に戻る。明日は錦山と会うんだ。今日はもう休め。はあ、そうさせてもらうよ。伊達さん。須藤。ここは世良の殺害現場です。四課の伊達さんが何か。そうだな、邪魔したな。10年前のあなたは私にとって目標だった。的確な捜査、周到な計画、
そして事件への執着心、どれをとっても刑事として一流だった。それが今、あなたの行動が理解できません。何が言いたい？私はあなたとあなたの協力者を監視しています。これは忠告ですよ、先輩。須藤、お前に真実は捕まえられしない。桐生、まだ錦山と会うまでは時間がある。遥もいろいろあってつらかっただろうから、少しは気晴らしに行ってこい。だが遥は傷が傷は浅い。それにあの子にとっちゃ玉の遊びの方がいい薬になるさ。俺はここで待ってるから行ってやってくれ。わかった、よろしく頼むよ。傷は大丈夫なのか？おじさん、私もう大丈夫だから、どこか行きたい。本当に大丈夫か？うん、元気だよ。腕も大丈夫だから、ね。わかった。うん。はるかは、携帯電話持ってるのか？持ってるわけないじゃない、ひまわりにいたんだから。なんだ、伊達さんが最近はガキでも持ってるなんて言ってたが、さすがにみんながみんなってわけじゃねえんだな。クラスの子はみんな持ってるよ。放課後はいつもメールで待ち合わせしてたりするし。え？文通でもしてるのか？やだおじさん、メールも知らないの？さすがに遅れすぎ。何？メールって手紙のことじゃねえのか？キリュウさん、お暇なんですか？まあな。じゃあ面白い場所がありますぜ。中道通りと太平通りのぶつかる場所に宝くじ売り場があるんですわ。宝くじじゃ気晴らしになる。いやいや、話はこれからです。そこの売り場の女に話しかけてみてください。もっと楽しい場所に案内してくれますぜ。カムロ町って見たこともないお店がたくさんあるよね。まあそうだな。行こう。どうしたの？いや、何じゃ、俺超置いて出るわ。おっと、早くしろ。今日もか。バイバイ。マジ？嘘。どうしよっかな。今はですね。あら、お兄さん何か聞きたそうな顔してるわね。ああ、あいつから聞いたのね。入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら？はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。
何ここ。まったく手の込んだものを作るやつがいたもんだ。いらっしゃいませ。勝負。国の藩。お客さん、子連れかい。社会勉強さ。迷惑か。別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。じゃあ一斉のいい子だ。じゃあ入ります。さあ、はっちゃう。なんだろう、これは。ちょう、ちょう、ちょう、はい、はい、どっちも、どっちも、はん、はん、はん、やらなかった。ちょう、はい、はい、はい、はチョウハンコマ、揃いました。ピンゾロのチョウ。やるな。入ります。さあ、はったはった。チョウじゃね。これは、チョウ。チョウ、チョウ、はい、はい、どっちも、はい、どっちも、はい、どっちも、はい、やらなかった。やらなかった。チョウハンコマ、揃いました。死にの蝶。よし、やるね。入ります。さあ、はい、はい、はい、これは蝶。蝶藩駒、揃いました。国の藩。残念だったな。入ります。さあ、はっちゃう。これは、はん。長藩駒、揃いました。サニの藩。やっぱりダメか。入ります。さあ、はっちゃう。じゃあ、そうじゃね。これは、はん。長藩駒、揃いました。五六の藩。よし、やっぱりダメか。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だね、おじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いや、お待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ、続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあ、はっちゃった。そうじゃね。これは、ハン。長藩駒、揃いました。二六の長。残念だったね。お座りいただきましょうか、お客さん。あっ、うつだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ、こら。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ
なんだありゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけがって。おい出てこい。イカ様だ、つまみだぜ。ちょっと待った、もう勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえ、お詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末、手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。遥かをサイの河原に預けに来い。
危ないわね。待てってんの。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、遥かを頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前、10年前とあんまり変わってねえよな。そうか。自分ではよくわからねえが。俺なんか見てみろ。白髪がどんだけ増えたと思ってんだ。それだけ何事にも全力で当たってきたってことだろう。あいにく不器用なもんでね。そんな生き方あったとしても気づかなかっただろうよ。ま、10年前より今の方がずっと男前だ。それは確かだぜ。お兄さん、一杯飲んで。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっと寄ってきませんか。